シュカラジこんばんは、斉藤シュカです。12月になりました。もう今年も終わりです。早いですね。ということで12月2日にファンクラブイベントシュカ学園がありましてね、遊びに来てくださった皆さん本当にありがとうございます。ということで12月はイベントが盛りだくさんなので、異次元だったりとか現実のヨハネのライブがあったりとかってなんかね漏れたけど、なんかねそうなんです。まあいろいろとちょっと、ね、ライブがあったりとかもするのでね、皆さんちょっと体調には気をつけながらもね、一緒にねついてきていただきたいなと思いつつ、今日はですねスタジオゲストをお招きします。なんかもう吐息が聞こえました吐息が聞こえたし、笑い声も聞こえてるし、もういるんだよ。なんで一人でオープニングやってんだろう私。キラ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 じゃないよ。はい、フリー来たんで、もうやります。もうさっさと、ちゃっちゃとやりますので、今日はね、ゲスト改めて言いますけど、フリー畑愛さんが、私の、全部、編集助かるね。これ、SE いらないね、パチパチとかね。よかったよかった。私のね、お姉ちゃんがやってきてくれたということで、まあもう早速やっちゃいます。いきます。はい、ということで、斉藤初夏、初夏ラジスタート。FM ナック5、斉藤シュカ、シュカラジ、いろんな言葉に触れてみるという番組です。スタジオにはゲストがいますよということでご紹介しましょう。フリハタ愛さんでーす。フリハタ愛です。よろしくお願いします。何そのフルネーム呼ぶ感じ。いや、ちょっと台本に忠実にね、行こうかなと思いまして、やっぱり。やっぱ長年ね。ちゃんとね、やってるんで、ね、こちらも。はい、ついに念願。もう、シュカラジの番組自体は、不良を呼ぶのが念願だったんです。そう、スタッフさんがすごい熱くいろいろ語ってくれそうだよ。うちら念願なんで、そうだよね、念願だったよね。え、結構長いこと言ってない？これ。ありがたいです。多分、本当に、2、3年は言ってると思う。2、3年越し。2、3年越しです。ちょうど、なんか私も、シカラジの担当のスタッフさんと別の番組でご一緒したときに、多分ね、キャンが来るタイミングでお会いして、多分それが初めてのスタジオゲストだと思う。そうね、そうで、その時に、羨ましい。いいな。私が1番目だと思ってたみたいな、ちょっとこう、ジェラが入ってたんですけど。ちょっといや、でもこうして、2年、3年越しに。2、3年越しです。折れたからね。やっと姉が来ました。改めて関係を、まあ、多分ね、リスナーの方とかはもう分かってるとは思うんですけど、ラブライブサンシャインアクアのメンバーでございまして、うん、もう8年目になります、我々の関係は。まあ、でも、出会ってからはもう9年ぐらい経つかもね、変な話。あ、そっか、出会って9年。そうだね。ね、そんくらい経ちますけど。うんうん、まあ私は、フリのことを、姉と呼んでます。ね。そう、ここぞとばかりに呼ぶじゃねえか。嬉しいよ。ここぞとばかりに何かあれば、いや、お姉ちゃんが、っていう。もうね、これがまた、実妹ちょっとジェラってるんで。いや、マジやばいやばいよ。ちょっとシュカ。仲良くしたいのに。危ない危ない。本当うちはネタで。はい、はい、そんな感じで今日はね、ちょっとフリとね、いろいろとね、お話ししていこうかなと思います。それでは今日の進行はあいつに紹介してもらいましょう。AD のアシコ。アシコでーす。うん。フリハタ愛さんのスタジオ出演が決定しまして、うん、X でこんなメッセージを募集しました。はい。2023、比較的どうでもいい報告。うん。百戦錬磨のお二人がその報告を広げてくれるということで、はい、どっさりメッセージが届いています。届いてますね。それでは2023どうでもいい報告紹介張り切っていきましょう。すごいかわいい。若干アシコ不調じゃない？やっぱそうえ、じゃあ本調子じゃないのこれ。ちょっと本調子じゃなかったよね今。ちょっと若干の鼻声だったし、若干甘噛みだったし。そうだね。いつもこんなんじゃないんです。あ、本当に？もっと、そうだね。もっとできるんですか、この子。可愛いっていう、ね、事前に私の情報だと、めちゃめちゃこう、AD からっていうね、そうそう。上達してみたいな聞いてたけど、まあ。ちょっとごめん、ごめんだったら。ごめんね。ちょっと不調の時に来てしまって。まあ、そんな感じで、まあ、2023年、比較的どうでもいい報告を X で、募集をいたしまして、うん、チラチラっと見たんだけど、本当にどうでもよかった。本当、うん、いいじゃん。どうでもよかったから。いいじゃん、いいじゃん、そういうの。まあ、それを、まあ、
二人でっていうよりかは、まあ、フリーが基本的に話を広げてもらおうかなって。百戦錬磨のお二人がってちゃんと、ね、不調のあしこちゃんも言ってるから。いや、書いてあるじゃん。書いてあるんだけど、あの、裏でちょっと打ち合わせがあって、うん、あの、今日斉藤さん頑張んなくていいですって言われました。うちのスタッフに。あの、すべて、フリハタさんに任しちゃおうと。いや、でもほんとこの空気感いいですね。このスタッフさんと主家のこの空気感に飲まれないように頑張ります。すごい、緩いでしょ、うち。緩いよ。まあ、そんな感じで、ちょっとどんどこどんどこ紹介していきます。うん、ラジオネーム、はるくんからいただきました。男性の方です。ありがとうございます。たくさんパン屋に行きました。僕の好きなパンは、メロンパンとクリームパンです。といただきました。いい報告だ。いい報告です。いい報告だ。いい報告です。好きなものが知れたんです。いいと思います、これ。自分の好きなものがね。こう知れたわけですよ、この2023年通して。パンが好きで、パンの中でもメロンパンとクリームパンが好きなんだってのを、彼は知れたんだよ。で、しからじにもこう送ってくるっていう威力的な、こうパフォーマンスもできるようになったんだよ、彼は。すごい。フリー今頭めっちゃ回転早いよ。めちゃめちゃ頑張ってくれてるよ。この前収録だったからちょっと頭切れ。すごい。なんか申し訳ない気持ちになってきた、1枚目から。私が。広げてこう。まあ、どうでもいいわ。パン屋さん行ったんだってさ。ね、じゃあまあ、あの、ちなみに、あの、ふりのちゃん好きなパンは？私は、私はね、メロンパン私も好きなんだけど、うん、そうだね、ハンマーパン食べないですよ。おい、広がんねえじゃねえか。わざわざさ、今さ、好きなパン何とかってさ、広げようと思ったらさ、あんパン食べないです、みたいな。なんなんこの人。なんだよ、なんだよ。めちゃくちゃ溜まってるじゃん。めっちゃ今、急に汗がね。全然広がんねえじゃん。あんま食べないかな。食べないかったね。あんま食べないかな。私の好きなパンはメロンパンです。一緒でした。はい。では続いていきます。ラジオネーム、ウリボーマルさんからいただきました。男性の方です。ありがとうございます。シュカちゃん、フリリン、こんばんは。こんばんは。すごくどうでもいい報告なのですが、職場で A3 の紙を15枚ラミネートするときに、ラミネートフィルムをまとめて取り出したらちょうど15枚でした。26年生きてきて自分の才能に気づくことができた日でしたといただきました。ラミネートって何？あれじゃない、透明のやつでしょ。あー、ラミネート。うん。お？お。なんか入ってこない。入ってこない。まあ、どうでもいいからね。全然入ってこないもん。どうでもいいからね。A3 の紙を15枚ラミネートするときに、ラミネートのそのフィルムをまとめて取り出したの。うん、うん。多分数えないで。はい。で、こうやってパッて取り出したら、ちょうど15枚だったよ。すごいじゃん。みたいな。なるほどね。そうそう。で、それで自分の才能を気づくことができたよっていう。これは、いい、すごいいいメールかもね。すごい。あの、今比較的1枚2枚読んでるけど、すごくいいメールだね。しか今言ってない。そういうことなのよ。なんかこの、なんていうの、絶妙なラインをみんな来てるじゃない。いや、そうね。あの、もっと、みたいな。本当に、もうマジでどうでもいいメールもあったんだって。うん、その中でも、よりすぐりの。まあ、いいかな、みたいなメールです。今読んでるのは。でもできるしゅか。なんかこう、紙をさ、何枚ってこう、引くのに、ちょうどいい枚数。うん、できない。無理だよね。バッて取って、適当にやって、うん、パッて戻すから。そう。私、大体多めに取っちゃうから。取ってそう、取ってそう。なんかこの、例えば、コンビニとかで袋とかの袋レジとかさ、多分自分でセルフレジでさ、あったりするじゃない。あるある。で、それで、1枚取んなきゃいけないの、2枚やっちゃって、うん、あ、店員さん呼んですいません、みたいな。多めに。めっちゃ思い浮かぶわ、それが。焦ってんの。焦ってそうだね。あーえーみたいな。本当にね。やっちゃう。いやー。いい才能。まあ、才能なのかわかんないけど、これが。だって、いや、毎回できたら才能かもしんないけど。あ、そっか。これ、たった1回だけだから。幻の1回ね。幻の1回ね。2回目あったら。2回あったら、まあ、才能かなって思うけど。才能あり。まあ、ほんとどうでもよかったです。まあ、おめでとうって感じかな。では、行きます。ラジオネーム、ぬわかもさんからいただきました。男性の方です。シュカさん、フリさん、こんばんは。こんばんは。僕は、初任給で、YouTube などで話題になった、かけうどんという細長い抱き枕が、いくつも、重なった掛け布団を買ったのですが、ねじれ絡まりに絡まったため最近処分しました。お二人は断捨離は得意ですかって、そもそもそのかけうどんがよくわかってない。かけうどん？かけうどんだって。え？っていう。かけ布団じゃなくてかけうどん。かけうどんって書いてあるよ。かけうどんで YouTube？ 睡眠用あったあったあった。ほんとだ、めっちゃ絡まる、めっちゃ絡まる、これ。あー！なん
く見たことない？見たことある。こうなんていうの、あの端と端はつながってて、はい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 、なんかなんて言ったらいいのこれ、間が空いてるんだよね。まあだからまあ本当にうどんみたいな感じの、この何なんていうの、麺をこう切った時のうどんみたいな感じじゃない、うんうん、え、すごい。え、でもこれ有名な悟空の気持ちとかでも公式であるみたいだけど。あれか、ヘッドスパのところだよね。店。へぇー。え、気持ち良さそうだけど、めちゃくちゃ絡まって、なんだ、絡まって。ねじれて、絡まりに絡まったため最近処分したんだって。へぇー。そうなの？で、まあ、あの二人は断捨離得意ですかっていう質問も来てる。すごいなんか、断捨離って私たちにとってすごいいい言葉だね。やめろよ。どう断捨離、ね、断捨離ってどう？ちょっと今完全にプライベートな会話でした。断捨離、断捨離は得意かもしれない。あのすぐ捨てる、いらないものは。あ、そうか、割とスッキリしてるよね、スッキリさせたい、基本的には。うん、いらないと思ったら捨てちゃう、ポイって。あ、私取っといちゃうんだよね。なんかその本当あれなんですけど、こう領収書とか、うん、まあ、そういう仕事柄だから領収書とかレシートとかすぐ捨てれる。領収書はだってさ、2年間ぐらいさ取っとかないといけないから。え、なんかこう財布の中でさ、いらないレシート、領収書。あ、捨てる。絶対捨てる。これが2週間ぐらい溜まっちゃうんだよ。え、だってお財布の中さ、汚くなっちゃうじゃん。そう。かわいそうだよ、お財布。泣いてるよ、今頃。だよね。だよね。いや、で、なんかその、キャッシュレスじゃん、最近。はいはいはい、ペイペイとかもあるしね。そう、だから現金なくて、その、パンパンのレシートっていう。ね。ね、捨てなよ。そう、捨てようって思うんだけどね、なかなかできない。でも洋服とかは、洋服もなかなか捨てれんのよ。ああ、でも確かに不利物持ちいいイメージあるかもしれない。何年前のとか全然着るし、そうなんだよね。確かに。でもそんな物多いタイプでもなさそうだけどな。なんかこう引っ越すタイミングとかでやっとこう、うん、ああ一気にね、そう、捨ててね、捨てれるんだけど、基本的にはちょっと家ごちゃごちゃ。え、でも、え、そうかな？割と。そんな感じしなかったけど、家行った時に。私、うん、そう、そう。結構白を基調としたお家でした。あ、そうそうそう。当時は、ね。結構韓国系でまとめて。そうそうそう。え、最近違うんでまた遊びに来て。また行きますね。ちょっと、いや、こんな感じでいいのかな？我々も多分なんか、ほんとどうでもいい話ずっとしてるかもしれないんだけど。うん、ラスト1つ。うん、じゃあ、ラジオネーム、すっごい赤くんからいただきました。はい、男性の方です。皆さん、こんばんは、こんばんは。お二人に聞きたいことがあります。うん、お気に入りのキーホルダーをなくしてしまったのですが、どこにありますか？いいね。どこにあるからって。もう、ないでしょ、だって今。ないよ。いや、どこ知らねえ。知らねえ。知らねえ。そいつは知らねえ。え？なんか電車の、なんか。え、でも意外とポッケとかに入ってると思うよ。上着とか。いや、もう結構探してるよ、絶対。あ、そっか。お気に入りのキーホルダーか。そうだよ。鍵とかじゃないのか。自販機の下とかじゃん。うわ、切ない。絶対な。もう無理だよ。でもなんか、これがお気に入りのキーホルダーか、おパンチュだったらありかもしんない。おパンチュウサギだったらね。かわいそうなね。そう、かわいそう。切ない感じで。切ない感じで、自販機でこうやって挟まってたら。汚くなって戻ってくるかもしれない。結構はありだけど、どこにありますかって。どこにあると思う？え、なんか知らないよ。本当。いや、もう予想予想。予想、じゃあ、ここだったらいいな、みたいな。あ、いいなってとこ。逆に。なんか、こう、冷凍庫の中とかさ。なんで？こう、なんかよく聞かない？こう、酔っ払ってて、たまにレシートとか領収書を冷凍庫に入れちゃったみたいな。何それ？なんか、ない、たまに。そういう。私はないよ。ないんだけど。不利はね、ないけど。身の回りの方で、そういう。マジ？え、じゃあ、酔っ払っちゃっててとかさ。冷凍庫かな？冷凍庫にあるかもしれないよ。まあ、年齢的にもお酒も飲める年ですし、29歳なんで。あ、ほら、あるある。じゃあ、冷凍庫にあります。探してみて。多分、じゃあ、フリーが言ったから冷凍庫だと思う。冷凍庫にあります。冷凍庫にあります。探してみてください。まあ、こんな感じで本当にどうでもよかったですね。ね。はーい。シュカさん、アシコです。シカラジスタッフが振畑愛さんから今を表すお言葉を事前にゲットしてきました。今を表すお言葉はこちら。スーパームーン。スーパームーン。振畑愛さん、スーパームーンという言葉を選んだ理由を教えてください。ぜひこれは聞きたいですね。はい、はい、ちょっとすいません、タイミング的に大恐縮なんですけど、はい、11月8日にファーストフルアルバム、はい、
スーパームーンをリリースいたしました、はい、おめでとうございますありがとうございます、はい、今日聞いてきました。あ、嬉しい、ありがとう、本当に。そう、なんかこう今を示すにふさわしいのが、うんうんうん、まあ、スーパームーンかなと思って今回つけたんだけど、うん、なんかあのアーティストデビューからずっとなんか自分のアーティストとしてのあり方、あり方、うん、表現を好きっていう風に言って、でこうデビューから3年経ってのこうタイミングでフルアルバムがリリースすることになって、うん、なんかこう一つの月だった自分がよりこう一層皆さんと密になれてこうそばにいられる存在になりたいなってっていう、まあ、大きく成長を見せたいなっていう思いを込めてタイトルつけたんだけど、あー、なるほどね。なんかライブもあったりするタイミングだったから、うん、ちょっとこれを今回今としてはいはいはい、はい、つけました。でも初めて聞いた、自分のアーティストのその表現として月っていうのを初めて聞いたから、うん、なんか主歌は太陽っていう感じじゃん多分。そうだね、太陽とかひまわりとか、うん、そういう風に言っていただくことはあるけど、私は逆で、それは自分で思ったの、月で表現しようっていう、うんうん、なんかなんだろうな、自分一人じゃやっぱ輝けないなっていうとこか思ってて、やっぱこうステージでスポットライトを浴びるのも、あとはキラキラのブレードを振ってくださるのも、やっぱ対等な隣にいる誰かがいなきゃ浴びせられないっていうか、その皆さんから光をもらってやっと輝けるみたいな、そういうイメージが自分の中にあって、月っていうのがしっくりきて今に至るんだけど。なるほどね、うん、なんか一番最初のデビューの時にその自分でこの資料を作ったっていうのをインタビューで見たのよ。知ってるじゃん。そう、あのね、本間さんと一緒にインタビューしてるやつかな多分、その時にそうそう、それを見て、いやさすがフリーだなと思っていろいろ考えて、でそれを資料として出して、自分をこうやって表現をしたいんですっていうのがあるっていうのがあったから、うん、なんかそれはそのグループであんま見ない姿だったから、あ、フリーにはこういう姿もあるんだと思って、でインタビュー見ながら、なんか素敵そうだね、確かに。そうそう、長年一緒にいるけど、ね、そういうところはなかったかもね。見せない部分もあるだろうし、だからそれをなんか改めてなんかグループとして一緒にいる時のフリとソロで、あと私ライブとかにもフリのライブ遊びに行ったりとかするから、なんかその時になんかフリが表現したいものってこういうものなんだろうなっていうのがライブだったりとか楽曲からこう伝わるから、うん、だからなんか今月っていうのを聞いてすごくなんか自分の中でしっくりきた。あ、本当、うん、なんかライブだったり楽曲だったり、あとね本当に楽曲が本当におしゃれなので、いやーアーティスト写真もそうですけど、ぜひぜひ皆さんねこちらたくさん聴いていただけたらなと思いますけど、はい、ではここでじゃあフリさん曲を送りましょう、うん、はい、曲紹介お願いします。はい、送った言葉でもありますように、はい、こちらの、ファーストフルアルバムスーパームーンから同タイトルのこちらの楽曲をお届けします。フリハタアイでスーパームーン、お届けしたのはフリハタアイでスーパームーンでした。ということで、はい、いいねやっぱこの楽曲、嬉しい。なんかあのデビュー当時から私フリの楽曲を実は聴いてるんだけど、あ、実は、嬉しい、私も実は聴いてるよ、お互い多分実は的に聴いてるよ。実はね、あんま言わないんですけどめっちゃ言ってくれてるよ、言って、恥ずかしいんであんまね言わないんですけど、だけどなんかそのデビューの当時から、うん、またそのなんだ雰囲気とかは変わってないけど、うん、なんかまた新しいそのフリの楽曲のジャンルみたいなものがなんかこう見えて、なんかフリ自身がどん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 前に進んでってるんだなっていうのもありつつ、やっぱね私は好きよスーパームーン。嬉しい、本当に何回も言うけどやっぱおしゃれなんだよね。嬉しい、私その楽曲のその空気感だったりっていうのがフリの声にすごい合ってるから、なんかしっかりと多分フリも多分いろんな楽曲聴いてると思うから、そこから多分拾い上げてなんかその楽曲になんかこうアイディアとして盛り込んでるっていうのもあると思うけど、なんかそれがねまた楽曲にこう出てるからすごいいいなと思いつつ、あ、まあ、今回ねなんか、うん、あのいつも悲しい歌ばっか割と歌ってるんだけど、あ、でもそうかもしんない、そうなんか、うん、そう失恋した歌だったりとか、まあ、非恋歌みたいな、はいはいはい、スーパームーンは割とこうトータルしたこのデビューからのこの3年間の皆さんへの思いみたいなものを初めて書いたのね、うん、だからこうめちゃくちゃ歌詞も書いたんだけど、めちゃくちゃなんていうのかな、長い時間かかっちゃって、いや確かにそうだな、私も歌詞のプロット書くとき大体が自分のそうだよ、ね、なんか思いを書いて歌ってるから、うん、めちゃめちゃ長いよ、私も歌詞のプロット
うわーってなるから。ねえ、そう。すごい難しかったんだけど。いや、でもいいね。この楽曲を通してね、うん、なんかフリの思いだったりとかっていうのがリスナーの皆さんに届いたら嬉しいななんて思います。うんね、はい、ということで今回はね、フリハタ愛さんと一緒にこのシュカラジーお送りしております。うん、79.5FM ナック5斉藤朱夏、斉藤朱夏、朱夏ラジ。おはよう、ありがとう。FM ナックファイブ斉藤朱夏朱夏ラジエンディングの時間です。ということでフリは来週もゲストお願いします。はい、いいですか。さらっとさらっと来週もいるという話で、はい、ありがとうございます。なんだっけ、なんかリスナーの人が2週だけじゃなくてもうちょっとやってほしいって2週以外のね。そう、1ヶ月ぐらいやってほしいみたいな。ライズの新しい男子なコメント見て、あ、まあ確かにありかなっていう。いいんですか。だからまあ、シュカラジじゃなくなってもいいかなって。フリラジ、フリラジ。ないフリラジって、1ヶ月間やるっていうのも、ちょっとおもろいよね。私全然もう全然 OK だから。もう本当に乗っ取っていいんですか、うん、乗っ取っていい。1ヶ月だけで。ちなみに。1ヶ月以上ちょっとまずいまずいよまずいよ、まずいから、うん、なんならまずいから。いやでもちょっとフリラジ聞きたいで、フリラジいいですか。ちょっとおもろそう、なんかわたわたしそうだな。みたいな、何年やってんだよみたいなね。はい、ということで、まあ、こんな感じで来週もちょっとフリと一緒にフリートークだったりとかどうでもいいお話をしていきたいなと思います、うん、はい、ということでフェムナックファイブ斉藤朱夏朱夏ラジ、ここまでのお相手は斉藤朱夏とフリハタ愛でした。せーの、じゃあね、じゃあね。